はい、こんにちは、泉ひなです。じゃあ今日はですね、夏から秋まで使えるベージュコーデを5コーデ紹介します。レッツゴー。じゃあまずは GU のシアオーバーロングシャツをメインにコーデを組んでみました。このロングシャツは羽織としても使えるんですけど、今回はあえてですね、こう前のボタンを全部閉めて、なんかパンツに合わせてちょっとこう大人っぽくてシックな感じで、ちょっとこうおしゃれな感じなコーデを組んでみました。で、なんかまあロングシャツそのまま単体で着ても可愛いんですけど、ちょっとシンプルすぎるかなと思ったので、首元に3コインズで購入したドット柄のベージュとブラックのドット柄のミニスカーフをつけてみました。こうするとさらにこう可愛い感じが出るのでいいかなと思いました。で、こんな感じでね、普通に前開けて羽織として着てももちろん可愛いです。なんかちょっとこう夏らしさも取り入れようかなと思って、カバンはグレールのクリアバッグを選んでみたんですけど、めっちゃ可愛いし涼しげだし、全然私は今の時期にもこんな格好をしています。じゃあ2コーデ目は私の大好きな映画ティーをメインに、ベージュコーデではあるんですけど、まあ、若干こうイエローベージュっぽい感じでコーデを組んでみました。これね、T シャツが最近スライと多分スタンリー・キューブリックの映画の作品がコラボしたやつなんですけど、また時計仕掛けのオレンジ T シャツです。で、これがちょっとこう黄色っぽいので、パンツにユニクロのこのイエローベージュっぽいマスタードカラーを取り入れることによって、なんかイエローとベージュとオレンジで夏らしい可愛いね、明るい感じにしてみました。で、この T シャツはロゴの部分がオレンジなので、な靴もね、 GU のオレンジのサンダルを合わせることによって、こう全体的に統一感を出してみました。お昼間の暑い時とかはこれ腕まくりしたらね、また抜け感も出るので、そんな感じで着てます。本当にね、この T シャツは特に裏面が可愛くてこんな感じです。めちゃくちゃ可愛くない？好き。じゃあ3コーデ目はちょっとこうクラシカルな感じでコーデを組んでみました、トップスのねリボン付きシャツは GU のベージュのカラーのものなんですけど、これがすごい可愛らしいし、質感もね良くて気に入っています。なんかジーンズとかに合わせても私は可愛くて気に入っているんですけど、今回はザラのレザーのプリーツスカートを合わせてね、ちょっとこう本当にレトロな女の子的な感じにしてみました。小物は黒で締めることによって、ちょっとこうね可愛い過ぎないというか、ちょっとこうかっこよさも取り入れたコーデにしました。ちょっとブリブリすぎるのは私は苦手なので、このくらいがちょうどいいです。やっぱりね、チャールズ&キースの小物たちは本当に高級感があって可愛い。じゃあ4コーデ目はベージュとホワイトでふわっとした感じのコーデを組んでみました。このコーデ私めっちゃお気に入りなんですけど、1コーデ目で着たこの GU のロングオーバーシャツを羽織として着て、でトップスもね GU のこのアシンメトリーなキャミソールです。だからこれね、私は二の腕が太いのがコンプレックスなので単体では着れないんですけど、こういうシアオーバーシャツとかに合わせることによってすごい可愛らしく着てみました。で、アシンメトリーってちょっとこうかっこよく見えがちなところがあると思ってるので、私はスカートに GU のニットスカートを合わせることによって、女の子らしいちょっとこう古着っぽさも取り入れたコーデにしてみました。で、スカートもニットなのでカバンもニットを選んでみました。こういうふわっとしてちょっと抜け感のある感じのコーデってね、可愛い感じに見えて好きです。じゃあ最後5コーデ目はですね、 GU の花柄のプリーツワンピースをメインにコーデを組んでみました。これがもともとベージュカラー、ホワイトベージュっぽい感じのカラーで、まあ、これ単体で着ても可愛いんですけど、私は二の腕を隠したいのでスナイデルのピンクベージュのジャケットを合わせました。で、小物もなんかこのホワイトベージュとピンクベージュのものを合わせることによって、色をツートーンにまとめて、なんか大人らしいでも可愛い感じのコーデを組んでみました。私はだいたいこういうねワンピースの時首元が詰まりがちなので、こういうお団子ヘアとかにして、なるべくすっきり暑苦しくないように見せるようにしています。ジャケットはお昼間とかは肩から羽織るだけで全然可愛いと思います。と、こんな感じで夏から秋のベージュ5コーデ紹介は以上になります。はい、ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。 SNS もフォローしてください。バイバイ。